来る異性の仕草は、うん、笑顔に結構弱かったりします。何フェチですか？目フェチです。結構まっすぐ見つめられると結構ギュンときます。フェチです。理想のプロポーズのシチュエーション、理想のプロポーズのシチュエーションは、そうですね、凝ってなくていいので、こうまっすぐ来てくれたら嬉しいです。何歳くらいで結婚したいか、26くらいで結婚したいです。ラブレターを書いたことあります。小学校かな、小学校低学年の時に、あまりその付き合うとかっていう概念がそもそもなかったので、多分好きですって書いたのかなと思います。